ひばりクラブの皆様、おはようございます。えー、今年からですね、えー、令和6年からは <laughs>、気軽にやるって言うんで <laughs>、えー、今日もですね、まあ、普段着のシャツとセーターで、えー、ゆっくりと話を始めたいと思うんですね。ところが、あの、これはなかなかのもんでね、形式をきちっと整えますとね、確かに、ある意味での論理は通るように話ができるんですが、しかし逆にはですね、本当のところが、 踏み込めないって時あるんですね。まあ、形式的になってしまってですね。例えば、国会の答弁みたいにですね。何回聞いてもよくわからないと、いうふうになっちゃうんですが、気軽にやりますとね、そ中心に踏み込むことができるわけですね。まあ、心が気張ってないからってことも言えますね。今日はこの写真をちょっと貼ったんですが、この写真に私が出会ったのは、今から30年ぐらい前だと思うんですね。で、ここにですね、アマゾンの州庁がですね、 こう言ってる写真なんですよ。どうして他人の土地まで星があるのか。ねえ。この州長の、アマゾンの州長の顔つき、誠実さで、ね、まあ人間とは大体顔見るとね、大体はわかるんで、私はこれを見てね、ハッとしたわけですよ。これ、全く普通のことで言ってますでしょどうして他人の土地まで星があるんだ。他人がそこに住んでるんだ。それをこうね、白人の人たちが次々とアマゾンに来て、 なんか、アマゾン側から水銀が取れるとか、金が取れるとか、それから、ここら辺を開拓してね、え、住宅にしようとか、資源がないかとか、いろいろ言ってですね、じゃんじゃん入ってきて、それでアマゾンの人たちの生活を乱す。あるいはね、え、アマゾンでみんなこうやって裸で過ごしてて、原始的な生活してるから、俺たちが家作ってあげるよ、なんてのもいるんですね。最近でも、民主主義はいいなんつってね。 アメリカが全世界に民主主義をなんかね、ルールさせようつって威張ってますけど、アメリカ自体が本当に幸福、アメリカ人が本当に幸福なのかって怪しいんですね。まあこれはあの、どうしてこういう風になったかっていうとですね、もともとアーリア人っていうのが、まあ地球上にいたんですね。まあものすごく原始的にたどれば、おそらくアフリカから出てきた民族の3回出てきたうちの1回なんですね。日本人っていうのは、 おそらく遺伝子的に言えばですね、文化的に非常に難しいんですけど、遺伝子的に言えば、アフリカから3度出てきたのが3度全部日本人になってるっていうか、日本人の遺伝子の中であるんですね。こういう民族ってほとんどいなくて、ほとんどアフリカから3回出てきた人の1回だけで構成してるんで、その人たちで割合と気が荒かった人たちじゃないかと思うんですね。その人たちがたまたまステップ地帯、つまりカスピ海と、 の、ちょうど国会のね、ちょっと北側ぐらいの草原にこう住んだわけですね。そうしますと、まあ、そこがね、ものすごく安定してればよかったんですが、まだ農耕があまり発達してなかったもんですからね。狩猟か、それとも、落農みたいなもんで生活してたんです。ところが、ま、時々ものすごく雪が降ったり寒くなったりしてですね、まあ、耐えられなくなる。そうするとそこから主には2回ですけど、 えー、ヨーロッパに行ったり、ギリシャの方に行ったりね。それから、インドの方に行ったり、いろいろなところにこう散って行ったわけですね。それで、まあ、ギリシャなんか典型的ですけど、ドリア人っいうのがいたんですね。あの、アリア人の一,一派で、ドリア人っは。それが、まあ、あの、ギリシャなんか行きましてね。ギリシャ、そこに人が住んでるのに、わーっと来て、ダーっと打ち殺して、で、そこをギリシャを占領したのが、まあ、今のギリシャ人の祖先だと言われてますね。2回ぐらい、 アリア人がギリシャに侵入しているので、まあ民族分布なかなか難しいと思うんですけども、基本的にそうなんですね。その文化が今世界中に広まってるんですよ。非常に今の社会が、例えば戦争反対つってる人いますね。なんで戦争起こるんだろうかもう戦争起こる。人間がなぜ戦争起こるのかっていうことをちょっとこっち別にしますと。もう一つは、戦争が起こる主な原因はですね、今までの原因はアリア人なんですよ。アリア人ってのは、 まさにこのアマゾンの州長が言ってるようにね。なんで他人の土地まで星があるのかと。他人のものは自分のものっていうのがアリア人なんですね。で、これは日本人にすごくわかりにくいので、まあヨーロッパを崇拝しているような人が出てくるのはこれなんですけどね。日本人ちょっとわからないんですよ。なんでわからないかと,いうと日本人は自分のものは自分のもの、他人のものは他人のものっていう考え方なんですね。でこれ なんで日本人が自分のものは自分のもの、他人のものは他人のものと思うかっていうとですね、日本は島国だったからなんです。昔日本はね、ちょっとあの、理科、理科っていうか地質学の方がちょっと遅れてましてね、歴史の方が少し進んだもんですから、多くの人たちは、昔は昔っていうのは石器時代ですけどね、石器時代は大陸と日本が繋がってたという図を見た人がいっぱいいると思うんですけども、最近はどう思う あ、津島海流のところはですね、あそこはずっと海だったっていうことで、海でしたからね、いくら狭い海でも馬なんか渡ってきても来れますからね。えー、大陸から来たのは間宮のところと、それから宗谷海峡。間宮海峡、宗谷海峡、津軽海峡。これは一応動物が渡ってこれたというふうに考えられてるんで、そこのところ少し違うんですが、まあ、いずれにしても日本は島国でね、 日本はあの、凶暴が、えー、外国人がダーッと入ってきて、皆殺しに会うってこと、ほとんど歴史的になかったんですね。そういうものがもともと発見されてないって言った方がいいんですけどね。だからどうしても自分のものは自分のもの、他人のものは他人のもの、あれのやつきは分け合って、で、大丈夫だったんですよ。ところがね、中国、中央アジア、中東、ヨーロッパっていうのはですね、もともとが大陸続きですから、 とにかく凶暴な連中がですね、自分たちが食べるものなくなったら、わーっと来てね、もうそこら辺の人を全部叩き切って、まあ略奪ですね。そうするもんですから。だから、もうどうしてもね、他人のものは自分のものということがもう蔓延しちゃうんですよ。普通の生活がそうなっちゃうんですね。今、日本がちょっとそうですよ。でね、今日はちょっと違うんで、その歴史はこれ辺にしましてね。それで2つの文化ができる。2つだって、 自分のものは自分のも、の、他人のものは他人のものっていう文化はほぼ日本だけですね。まあ、ちっちゃな国あるんで、ちっちゃな国のことをあまり言うとですね、わかんなくなっちゃうんですけども、大きな国では日本だけ。あとはもう全部、世界中全部がですね、他人のものは自分のものなんですよ。で、もちろんアマゾンみたいにね、えー、あまり人が今まで来ないで、とにかくアメリカ大陸発見って言ったらおかしいんですけど、ヨーロッパ人がアメリカ大陸を発見したのが、まあ、1992年ですから、ですからまあ、 それまではゆっくり過ごしてたんですね。ですからこういう周長の話になる。しかしアーリア人は実際どうしたかったらその横にちょっとね、地図書いてありますけど。この、これは植民地地図なんですね。赤いところよく見えませんが、ヨーロッパのところが赤くて、あと白いところはまあ植民地はあまり持たなかった。もしくはそういうところ。えー、それから黒いところが、灰色のところは全部植民地ですよ。これはもう19世紀の なんかがもんではね、こういう。まあ、あの、よくこの頃、歴史で間違って先生が、学校の先生が教えてますけど、日本がアジア諸国と戦ったのかって、アジア諸国なかなかったんですから日本以外には。アフリカはそうですね。ですから、これはやっぱりアーリア人の出現っていうのと、二つでできたんですね。ところがね、今日の話題はソロじゃないんですよ。そうで、ね、これ、幸福学なんですけどね、他人のものを取った方が幸福かっていうのもね、 今日ちょっと考えてみたい典型的には日本人は他人のものを取らなかった。アマゾンの人たちもそうですね。それからヨーロッパ人は他人のものを取って取って生活していったわけですね。実に400年からずっとそうなんですよ。